続いての商品がシークレットショートスリーブ T シャツということで、かなり大胆にグラフィックを背中に入れました。今回は結構久しぶりじゃないですか、こういうなんていうんですかね、まあストリート感っていうんですか、あんまりそういう言葉好きじゃないですか、ストリート感が。あれこれ特にウォーミングアウトっていうか、ね、いいな感じが、そうなんですよ。このグラフィティっぽい壁にまあ描いてるようなイメージで背中にドンと入ってる、奥側からユーティリティって入る感じで、顔があって一番最後におタバコを、みんな読めますかね、それで何ですか、これでユーティリティって入ってるんですよ。で白ボディと黒ボディ、黒の方はちょっとこう色が沈んだような落ち着いてる感じ、落ち着いてる感じですね。だいぶイメージも変わってくるから、はい、多分背中のこのプリント、大胆なプリントやったの多分4年ぶりぐらいなんじゃないかと。年取ったわけですね。年取りましたよね。で久しぶりの4年ぶりにこの、まあ、1枚でだいぶインパクトを持ってもらえる T シャツで、フロントにはエフェクテの今季のロゴがプリントされます。で前から見たらシンプルで背中がドンと入ってます。これは着てもらいたいです。着てもらいましょう。これこそぜひ竹内くんお願いします。よいしょということで今回は、はい、ということでねこれは前から見たらシンプルなんですよ、うん、ただロゴ T に見える。でこう後ろを回るとかなりインパクトが、だから夏場にいろいろね、こう今年フェスとかも開催されるみたいな、確かにそういうところで目立ちたい。なんか後ろから抜きで撮るじゃないですか、撮る、そういう時に空撮とかで目立つ。確かにワウワウ放送とかに流れるんで、そのフェス関係でテレビ映りたい人は絶対これを購入していただきたいですね。ちょっとツーシームぐらいです。そうですね、ツーシームどうしよう、野球ですか。野球突然このスリットも後ろがちょっと長くなってて、そうなんです、レイヤードもしやすい。そうですね。どうですかこういう感じは。こういう感じめっちゃなんか懐かしいっちゃ懐かしい。そう最近やってなかったんで、ね、だから本当4年ぶりぐらいですよね。そうですね、結構新鮮なグラフィックで、そうですね、まあ、色の使い方とか結構こうインクが垂れてる感じ、うん、かわいい。そのエフェクテでもこう地形のグラフィティっぽいやつってやったこと多分ないんじゃないかな。ほぼない。だから楽しみです、今回の反応は。ぜひという一枚で来ました。はい、